イベント駆動プログラミング、またはイベント駆動プログラミングは、イベントの発生によって、プログラムフローが決定される、プログラミング手法である。イベントドリブンとも。ここで言うイベントとは、マウスクリックやキーボードを多化による、ユーザーアクション、センサーやシグナルなどによる、ハードウェアインプット、他のスレッドやトランザクションからのメッセージレシーブなどを、指し、プログラムフローとは、 スレッドの開始やプロセスの分岐を指す。グラフィカルユーザーインターフェース上のシステムでよく用いられる手法であり、ユーザー入力へのレスポンス部分の実装に適合している。規則型のイベント駆動型プログラミングにおいては、規則の条件部が満たされ指定されたイベントが発生すると、その規則が実行される。このような規則をエッサ規則という。 手続き型のイベント駆動型プログラミングにおいては、まず各イベントに対応する処理を記述した手続きを、システムあるいはアプリケーションフレームワークに登録する。この手続きは、イベントハンドラーと呼ばれ、イベントが発生した時にシステムあるいは、アプリケーションフレームワークによって呼び出される。イベントの待機中の処理はシステムに任せる。一般的に、グラフィカルユーザーインターフェースを使用する。 オペレーティングシステムやアプリケーションソフトウェアではイベント駆動型プログラミングを利用している。マウス操作やキーボード操作といったユーザーからの入力やシステム状態の変化、変更といった各イベントに対する処理を統一的に記述することができる。イベント駆動型プログラミングを行うメリットはアプリケーションを作成する際に必要なイベントハンドラーにのみ処理を書けばよいということである。 イベントを待機するプログラム構造自体はどのアプリケーションもほぼ共通であり結果としてアプリケーションフレームワークによるプログラム構造のブラックボックス化と再利用がしやすくなりアプリケーションプログラマーが記述しなければならないコード量が減る処理の記述をハンドラーごとに分けるのでプログラムの見通しも良くなるイベントで駆動される処理はイベントハンドラーに記述されるが その実装方法は開発者に一任される。処理の特性に合わせた典型的なイベントハンドラ実装パターンが存在する。フラックスフラックスはアクションを介したブロードキャスト型メッセージパッシングによるパターンである。状態管理をストアずに移常し、イベントハンドラはアクションの発火に特化する。イベント側と状態管理側を粗結合にできる利点を持つ。 またアクションメッセージを保持、記録して取り回すことができる。UI が関わる実装としては、リダックスがデファクトスタンダードである。コマンドコマンドパターンは、オブジェクト思考プログラミングを用いたパターンである。実際の処理をコマンドオブジェクトへ移常し、コマンドエクセクトインターフェースをイベントハンドラ内で叩くことにより、イベントハンドラ側と処理側を素結合にできる利点を持つ。 またコマンドオブジェクトを保持、記録して取り回すことができる。アプリケーションのデータフロー管理のためのアーキテクチャパターン。Redux is the de facto state management library.Developers use with react these days.Facebook.Flux。ありがとうございます。